どうも、毎日情報ブログ投稿系男子の TJ です。今日は、嫁さんが、ちょっとお出かけに行ってるんで、初めてこの TJ ホームで、お送りしたいと思います。見てもらった感じ分かります通り、このお風呂上がりたてという状態でございます。ここで飲みたくなってしまうのがあれだ、チェチェチェリーチェリーボーイ、チェチェチェリーチェリーボーイじゃなくて、チェチェチェリーチェリーコーラ。今巷では発がん性物質が、騒がれております。日本の、それは日本のコーラのことですね。まあアメリカのコーラにも少しは発がん性物質があったそうなんですけど、日本のコーラが、ずば抜けて高いという情報が、最近騒がれています。でもこれは輸入品の、アメリカのコーラなんで、まああまり変わらないと思いますけど。そして今日はなんとコップがあります。なんで色をお見せできるかなと思います。初めてですね、色をお見せできるのは。それでは開けてみたいと思います。アメリカではビル・ゲイツ、パソコン作った人で有名なんですけど、ビル・ゲイツが愛したコーラとして有名でありますね。別に日本で発売されたのは最近じゃないんですけど、僕も最近、YouTube の、商品レビューで見つけて、チェリーコーラ、美味しそうだったので、この前飲んでみたんですけど、今日はレビューのためにもう一度飲んでみたいと思います。まあ、色は、まあ、普通のコーラですね。ちょっとまあ紫っぽいかなと思いますけど、まあ、大体こんなもんですけどね、多分コーラって。それでは飲んでいきましょう。いただきます。お、やっと覚えた。もうよかった、勉強したな。ほんまこれでおっちゃん寝れるわ。最近ずっと寝られへんかってん、気になって。若いのにいい飲みっぷりやないか。もうほんま褒めたる。お、待てよ、お前それやったら全部終わりやぞ。お、待て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 、おお待て。いや、やっぱうまいですね、この何とも言えないチェリーの香りの強さ。そしてアメリカのコーラによくあるこの甘み、独特の甘みっていうのがすごくあって、日本のコーラとはまた違って、まあ、120円出してアメリカに旅行した感じですよね。うまいぜ、故郷の味がするぜ。はい、ということで今日はこの辺で。それではまた会う日まで。おい、今日俺様の出番が少なかったんじゃねえのか。おい、いや、そんなことはないと思うんですけど。おい、舐めてんじゃねえぞ。俺を誰だと思ってんだ。ロストだぞ、ロスト様だぞ。てめえふざけやがって、この野郎、このメガネ野郎、ボサボサだな、このクソ野郎、シャクルボケが、ほん…俺が乗っ取ってやったぜ。もういやー、何回言ってもわからん、こいつまたいただきますもん、言わんと飲んでる、めっちゃ腹立つ、誰かこいつの電話番号教えて、もういただきかけまくるから。でもこんな顔が物語ってる炭酸の強さっていうのがなんとなくわかるから、なんとなくいいレビューなんかもしれへん、うん、意外と。